最近料理してないの？ちょっとね。お母さんは元気なものと思ってたけど、ちょっと疲れているのかな。歳を取ると免疫機能が落ちるっていうでしょ。そうすると帯状疱疹ってになりやすいらしいよ。ほら50過ぎたらって私じゃない。もっと詳しく調べてみてくれる？家族で話そう。帯状疱疹、親孝行ってこういうことなのかも。健康を気遣ってくれる娘、いつの間にか心配される側になったのね。お母さん、帯状疱疹について調べてみたんだけど、体の片側に赤い発疹が出てピリピリと痛んで症状が長引くこと、その場合生活の質が低下する。日々の体調管理が大切で、ワクチンもあるみたい。お父さんに教えてあげなきゃ。二人とも気をつけてね。家族で話そう。帯状疱疹、いつの間にか頼りがいのある子。最近料理してないの？ちょっとね。歳を取ると免疫機能が落ちるっていうでしょ。そうすると帯状疱疹ってのになりやすいらしいよ。50過ぎたらって私じゃない。もう少し詳しく調べてくれる？家族で話そう。帯状疱疹。帯状疱疹は体の片側に赤い発疹が出てピリピリと痛んで症状が長引くこと、生活の質が低下する。日々の体調管理が大切で、ワクチンもあるみたい。家族で話そう。帯状疱疹。お母さんはいつも元気なものと勝手に思ってたけど、ちょっと疲れているのかな。最近料理してないの？ちょっとね。歳を取ると免疫機能が落ちるっていうでしょ。そうすると帯状疱疹ってになりやすいらしいよ。ほら50過ぎたらって私じゃない。もっと詳しく調べてみてくれる？家族で話そう。帯状疱疹、親孝行ってこういうことなのかも。健康を気遣ってくれる娘、いつの間にか心配される側になったのね。お母さん、帯状疱疹について調べてみたんだけど、体の片側に赤い発疹が出てピリピリと痛んで症状が長引くこと、その場合生活の質が低下する。日々の体調管理が大切で、ワクチンもあるみたい。お父さんに教えてあげなきゃ。二人とも気をつけてね。家族で話そう。帯状疱疹、いつの間にか頼りがいのある子。よろしくお願いします。ご紹介させてください。井上さんです。よろしくお願いします。娘役、井上真央さんです。よろしくお願いします。そこだけちょっとユーモアな感じで、そちらそばに来てくださいね。外をやった方がいいかもしれない。本当に食べたいと思ったんで、はい、でそれでしたら、うーん。で次もう一個やったら、次行きましょう。すみません、とっても帯状疱疹の多い世代としては、やはり皆さんに多く伝わるように頑張ったと思います。はい、帯状疱疹ってみんな聞いたことはあるけども、実際どんなものかっていうのをやっぱり知らない方が多いと思うので、やっぱこれを機会にどんなことだろうっていうふうにネットでいろいろ勉強していただけるといいですね。私は母がかかったことがありまして、その時は本当に軽症で、比較的軽症で済んだんですけど、それがきっかけで私自身も結構帯状疱疹のことを調べたりとか、関心を持つように、はい、なりました。
とってもメッセージを込めたつもりですけども、ちゃんとその言葉が皆さんに伝わればいいなって思うんですけど、うん、CM を60秒でもしっかり見てちょうだいって思いますよね。身近な人のこう変化に気づくってやっぱり大事なんだなって思いましたし、今回も家族で話そうっていうことを通してね、はい、料理してないのとかちょっとした変化をこう見たり気づいてあげるっていうのは本当に大事ですし、私自身もその母がなった時にもうちょっと早く気づいてあげられたらよかったなとか、自分自身ももっと知ってたらいろいろ教えてあげられることがあったなと思ったので、本当にこう自分自身もこう周りのその体調だったりとか家族の変化っていうのに敏感にいたいなっていうのが思いましたし、それが伝わればいいなって思いました。なかなか家族親子って、ね、距離が意外と近そうであったりするので、そうですね、ストレス解消、健康のためにストレス解消何でしょう、何かやられてますか？私はね、60代から山に登り始めたの。それがすごく自信につながることと、あと何だろう、こう普段の健康の意識が随分変わったなっていう、あ、自分がこれはできるんだっていうことも気づいていくし、まだ成長できるんだって、筋肉って鍛えられるので、だからどん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 いろんなことが、もしかしたらこの年になってこんなことが可能になったんだっていうのは経験して、みんなにも運動をすごく進めている。すごい、山登り、山登りで、私はコロナ禍も本当に買い物やなんか歩くことでその山登りをいつかしもう一度っていうのをイメージしながらお買い物行って、だから2駅3駅ってこう歩いて行って荷物をこう持って歩くの、とっても楽しくなりました、もう一日何万歩って決めてるんですか？決めてはない、決めてはないんだけど、でも歩ける時はどこまでも歩いていくし、そんな感じでこう行きたいところへこう、結構歩けるんだよ。まだまだチャンスはあります。いや私ストレス発散が、ドライブって言おうとしたんですけど全然ダメですね。いや私も若い頃はやっぱり行動範囲広がるのですごく車大好きだったんだ、だからでもやっぱり歩かなくなりました。好きなんですけど、いろんな景色を見るのは、でもそう言われてみるとやっぱりこう歩いてないかもですね。意識しないとやっぱりこう歩くのって、でも大丈夫、まだまだ60まで間があるからそっか、そう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 、まあ、続ければ大丈夫、生きてれば大丈夫私やっぱりもう孫がいるので、息子も娘も孫の話が中心になっちゃうのね。夫婦と共稼ぎで忙しいので、保育園のお迎えとか学童のお迎えを経験したの、それがすごい楽しかった、なんかこう久しぶりに見たその小学校のやっぱり時代を超えてるので、私たちの知ってたものと違うので、こんな風に子どもたちが楽しんでんだとか、先生がこんな生き生きしてるんだとか、いろんないい現場を見れたりとか、それからお母さんたちがね、やっぱり働くお母さんが迎えに来て、で子どもたちが喜ぶ姿とか見て、本当に協力してもらわないと子育てってできないんだなって、だから頑張ろう、もっと頑張ろうって、役に立つように頑張ろうって思っちゃった頑張ってもっと頑張ります母は花とか、今日もいっぱいありますけど、観葉植物がすごく好きなので、割とこうお花屋さんで、あ、きっとこれ好きだろうなって思うものは割と買ってったりしてます。この間もなんかちょっと不思議な観葉植物があったので、それを買ってあげたりとか、あとは植え替えとか結構大変じゃないですか、なのでそれをやってあげたりとかですかね。嬉しいでしょうね、
知識は多分母のがあるんですけど、うん、まあ、聞きながら、はい、この土とこの土を調合してとかっていうのを聞きながら私がやってあげるっていうのは最近してあげたかなと思います。うん、